さあ準決勝だ、プレイヤーズコンベンション千葉2023モダンオープン、サポーテッドバイ楽天ブックス。準決勝がこれより開催されます。ここからの準決勝決勝は、日曜日の午前中に、フィーチャーエリアを使って行われた試合になっておりますが、どうしても土曜日の、ね、会場の平常時間の関係でその日のうちに全てのトーナメントを終えることができなかったので翌日に持ち越しという形になっております。さあモダンで長く戦ってきたプレイヤーたちに待ち構えるラウンドはあと2つ。この準決勝を勝ったプレイヤーが決勝へ、一歩頂へまた一歩上り詰めることに、頂点に立てるのはたった一人、その戦いを決める決勝戦に進むことができるんだ。さあ、対戦しているのは井倉隼人さんと池田秀成さん。井倉さんは5色エレメンタル、池田さんは、イゼットということで、池田さんは、最後のラウンド10でしたかね、決勝ラウンド進出をかけたバブルマッチの際にもフィーチャーで試合をお届けさせていただきました。表現の反復からとにかく手数につないで、対戦相手のクリーチャーは赤いカードで除去して青の打ち消しをいいタイミングで挟んでと、テクニカルなデッキで、おそらくこのオープンでも使用者数は最多じゃないかなと。対するイグラさんの5色エレメンタル、もちろん以前よりモダンには存在してたデッキではあるんですけども、この2023年ここに来てこうグッと地位を向上させてきたというか、現在盤面に出ているこの喜ぶハーフリング、伝説のクリーチャーとなるための、任意の色マナを加えられて、しかもそれは打ち消されなくなるというおまけ付き、これを使ってこのニッサですね、復活した精霊術師ニッサや、オムナスといったカード、あるいはテフェリーレント6番といったプレンズウォーカー、とにかく伝説のカードを唱えて美味しい思いをしようという。さあ井倉さんのニッサに対して池田さん長番で果敢に攻めますが、そこはブロックされて何もなし。ここでね、3-3に2-1が突っ込むというところで、ある種のブラフ、ブロックを嫌がるかなというところを期待したのかもしれません。ちょうど井倉さんが出したニッサ、この土地を置くことで好きなマナを得られて、それが一旦に2回目の誘発になると、さらにおまけとしてエルフかエレメンタルがライブラリーから手に入るという。さあ動いている、ハーフリングからのマナと合わせてオムナス、ニッサとハーフリングでオムナス、さらにここでもう一丁のフェッチランド起動でニッサの上陸能力がもう一回、まずは土地を探してきて戦場に出して、これ何マナ出るの、あ、タップインを選んだので、とりあえず好きな色マナ一つを加えてゴボゴボっと、でニッサの能力はここで誘発、ライブラリーからエレメンタルかエルフが、エレメンタル、おお強い劇場ですね。こういったね、早期呪文を手に入れてそのまま即座に唱えてっていう動きもできるのが強みですね。そしてその浮いてた強い白マナで力戦の束縛で
媒介者を追放、ニッサで攻撃。ちょっとこれはもう完成されすぎてて、イゼット安定感のあるデッキですが、逆に言うと猛烈な爆発力、一撃でまくり返すようなカード、そういったものは持ってはいないアーキタイプになるので、ここまで完成したエレメンタルの盤面覆せないと池田さん投了となりました。さあ決勝ラウンドでは対戦相手にサイドボーディング中だけデッキの中身が公開され、まあ、その情報をもとにサイドの入れ替えを行うことができます。ここで先ほど見せていたカードがあれですね、ドラゴンですかね、オブシディアンチャーマウ、トロンデッキに対するアンチカードとして封入されているドラゴンですね。おそらくこのマッチアップで出てくることはないでしょうが、カード名を見て池田さんがこれどのカードのことですかと尋ねたので、イグラさんがそのドラゴンを提示したと思います。昨日、モダンオープンに参加されていた、電動プレイヤー安岡翔太さんが、ツイートしていたんですが、モダンはとにかくサイドの各アーキタイプ、各色に対するキルカードの強さが他のフォーマットと比べても半端じゃないと、例えばトークンを展開して不屈の独創力を打つ敵に対する神聖なる月光、唱えていないクリーチャーは戦場に出る代わりに追放されるっていう強烈なインスタントがあったり、まあ、夏の帳ですよね、打ち消し、あるいは青と黒の呪文からの呪文を持たせて打ち消し、手札破壊、そういったものを空振らせる、そういった、まあ、色やデッキの構造そのものに対するアンチカードが非常に強く、予選ラウンドでは対戦相手のデッキリストを見ることができないので、何を持ってくるか伺い知ることができないまま戦うことになりますが、決勝ラウンドからは相手のサイド、まあ、メインももちろんそうですけど、しっかり確認しながらサイドの入れ替えが行われるので、まあ、より駆け引きの要素が上昇した戦いになりますね。さあお互い相手のリストを見ながら入念にサイドインアウトを決めてシャッフルして第2ゲームへ臨もうと。いやこれ見てるとでもエレメンタル使いたくなりますね。ハーフリングという安定したマナ供給源も得て、ニッサが強いですね。以前までのモダンのエレメンタルもオムナスがいて、オムナスでフェッチランド切って上陸して、1ターンに2回の上陸で黒以外の4マナ得てって動き十分強かったんですけど、オムナスよりさらに1マナ軽いニッサでそれができるようになったデッキの速度がより上がり、ニッサを2ターン目にハーフリングから出したら対戦相手からすれば除去できなかったら相当ひどいことになるっていうのが思い浮かぶので、まあ、実際今の1本目はそうでしたからね。だからニッサが確定で除去しなければいけないマスト除去としてまず立ちはだかり、それをどかしたらその後ろからオムラスが出てくるっていう2段構え、
しかもね、一つの指輪 G1 リング、指輪物語のまさに戦いの中心に存在する強力な魔力込められた指輪そのものも4枚入ってますからね。これも伝説の呪文なんで、ハーフリングから唱えれば打ち消されなくなり、プレイヤーにプロテクション全てを与えるので、対戦相手の一ターンの攻撃あらゆるものを受け付けなくなり、そしてタップするだけで1枚ドロー、次のターンタップすれば2枚ドロー、多少ライフを失うデメリットはついているが、そもそもエレメンタルデッキは土地を戦場に出すだけでオモナスが4点回復させてくれるので、4枚ドローして次のターン4点食らおうが4点回復すればただみたいなもんでしょう。開き直りが凄まじい。だからね、五色レジェンドエレメンタルみたいな表記が正しくなる日も来るのかもしれない。4積みの枚数も増えて、本当に前と比べてデッキの完成度2段階ぐらい上がったんじゃないかなという。そんな風に見受けられますね。対してまあモダンの王道王者として君臨していると言ってもいいでしょう。イゼット青若のダクローの失勢をフィニッシャーとしたデッキですが、相手がどんなデッキでも自分らしさを保ったまま戦えるっていうのはイゼットの一つの強みですよね。なかなかこのマジックの基本的なことを行いながら戦うデッキの根本からひっくり返して否定するってことはそうそうできることではないので、池田さんの表現の反復あるいは、帳簿先やこのドラゴンの怒りの媒介者 DRC を使ったライブラリー操作で常に必要なカードを引き込みテクニカルに翻弄して戦えればエレメンタルの本領を発揮するまでに潰すことはできるんじゃないかなと。さあお互いに1マナのクリーチャー出し合って、怒りの媒介者からさらに青マナで考慮、2体がそれぞれ誘発、墓地に土地を送る、もう1体の情報も墓地に送って、さらに考慮で見て墓地に土地を落としてドロー。これでターン終了となりました。ハーフリングまたもや1ターン目入れて2ターン目を無事に迎えることができて、さあここから先ほどは復活した精霊信者ニッサからのブンブンブンでしたけども、今回はどうなることでしょう。何かしらの伝説が飛び出すか。ドラゴン VS エレメンタル、ファンタジー感はビンビンに感じるマッチアップなので観戦していても楽しくなりますよね。さあハーフリングの2枚目をプレイ、そこからこのフェッチランドを切ろうかどうか悩みましたが、結局切ってのどの土地を持ってくるんでしょうかね。青白平地か島のタイプを持っている土地であれば戦場です。これで、はい、寺院の庭、緑マナーをちょっと強く意識、濃いめに。お、さらにハーフリング、これをまとめて流す手段がサイドボードを見たところなかったとか、枚数が少なかったとか、
そういうところからの堂々とこの3枚並べなんでしょうね。これは決勝ラウンドならではのプレイングかなと。相手のリストに兄弟仲の終焉とか書いてあると、まあ、相手のクリーチャーを巻き込めるんですけどもね、大惨事になることを恐れて、そうそうプレイはできないかもしれませんが、さあ池田さんは土地を置いてターンを終え、対する井倉さん無事にハーフリングたち帰ってきたので、もうこれだけマナー出たらね、6マナーでできないこともないんじゃないかって。さあこの3、このマナーからプレイしたのは指輪ですかね。はい、4マナから指輪で1枚カードを引いて、さあ2マナタップ、はいはいはい、無色マナを出すモードでチャリス虚空の杯 X1、 1マナの呪文をプレイすると打ち消されるというアーティファクトを置いてターンエンド。ちょっと池田さん動けない状況が続いています。さあ井倉さんが悠々とドローして、指は強いな、もう3枚引いてますからね、そんなに簡単にカード引けないっていうのがマジックというゲーム。僕たちが今まで抱いていた概念なんですけど、それがちょっとなんか覆されたかも。お、指輪を、いやここはオムナスをバウンスして土地を置いて上陸するのを防ぐ、まあ、ただオムナスのワンドローがある。皆さんかなり苦しいが、決勝進出のためにベストを尽くして大田原を起動して、井倉さんは3マナからテフェリー、1体をバウンスしてカード1枚引いてターンエンド。さあ、まあ、チャリスで締め上げられている状況、1マナのカードにクリーチャーやそれに対する除去、まあ、依存とまではいかないですけど多く頼っているイゼット、虚空の杯、厳しいものがある。ここはミシュラのガラクタからの諜報、ここも悩む。そのままにして媒介者で攻撃、ミシュラ起動でライブラリートップを見せてもらってからの、アップキープにドロー。とにかくこの媒介者でなんとか相手がいい動きをする前に押していきたい。指輪からのダメージも相まって結構井倉さんのライフを削れてはいる。ただここで3枚ドロー、3枚は強い。がオムナスからの土地4点回復、
せっかく減らしたライフもまた12人さらにフェッチからの11点ライフ、まだ追い打ちがあるのか。さあ、そして劇場が素出しで媒介者を焼き、二段攻撃もあって、ちょっとどうしようもないんじゃないか。ハーフリングをもう攻撃までしてくる始末。池田さん、帳簿先からの考慮、これは打ち消されますが、このターン2回目の呪文なので防御でカードを引いて捨てるアクションは誘発。嬉しい動きではもちろんありませんが、ただがんじがらめの中ベストを尽くすしかない。ここで劇場を早期で唱えてオムラスを破壊。さあ、指輪のダメージが3点ですかね。そろそろ指輪の重圧が重くのしかかってくるが、所持者レイスとなってしまうのか。4マナからオムナスでワンドロー、土地を置いて4点回復。ずるいなこの組み合わせで。でしかも束縛で追放してテフェリープラスクリーチャーはもう皆攻撃して9点ですか。引いたのは稲妻、これではどうしようもなく参りましたと池田さんが投了し、イグラさんが決勝進出。いや強い、エレメンタル強かった。まさに横綱相撲と言いましょうか。除去能力もあって、とにかく指輪でドローしまくり、何よりもそういったわがままな動きを叶える喜ぶハーフリング、すべて備えたクールな存在だというふうに思います。それじゃあ残すはあと一つ、決勝ラウンドでお会いしましょう。